チャンネル登録者数2022人になるまで毎日茨城の豆知識をアップする。どうもデル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 デスケです。オスペンギンです。さあ、ということでチャンネル登録者数が2022人になるまで毎日茨城の豆知識をアップする企画でございます。ということで今回の豆知識はこちら、茨城面白研究所。さあ、今回ご紹介する茨城豆知識はケーズ電機でございます。まあ、皆さんこうテレビ CM なんかでもね、新製品が安いケーズ電機でおなじみのケーズ電機でも全国にありますけども、あれが実は茨城に本社があるんだというのがね、まあ、ちょっと皆さんお伝えしたいね、ちょっと豆知識でございまして、これ知らない方が多いと思うんですよ。まあ、茨城が本社だったんだというのね、ありますけども、その補足といたしましてね、これちなみにヤマダ電機の本社は群馬県なんですよ。そして今ね、ビッグカメラの子会社になりましたけども、小島電機、あちらはですね、お隣の栃木県が本社でございますので、北関東はもうとにかく家電量販店に強いというね、ちょっと豆知識を今日は皆さんにお伝えしたかったなと思っておりますので。まあね、水戸市にはね、あの、ケーズ電機スタジアムもね、ありますから、そうでございます。もう茨城県といえば、ケーズ電機という感じですよね。はい、そういうことでございます。もちろん水戸本店はね、2階建てでございますから、ケーズ電機もちろん。何のもちろんなんですか。でも1階じゃ足りません。なるほど、なるほど、ね。2階建てというやっぱ水戸本店のドーンとありますから、ぜひともこれは覚えていただきたい豆知識でございました。はい、というわけでございまして、皆様チャンネル登録、高評価、グッドボタン、拡散の方をよろしくお願いいたします。お願いします。まあ、ぜひね、皆さん、あ、私ちょっとそうだ、スマホでチャンネル登録してるんですけど、パソコンでもっていう方とかいらっしゃいましたら、ぜひ経済機の方で、ご購入いただければなと思いますので、僕もこの動画編集するパソコン、経済電機さんで買ってますからね。何の拍手なんですか。いや、茨城県民だなと思いました。やっぱり茨城県民ってそういうことなんですよ。自然とそうなっちゃってる。はいはいはい、そういうこと。